これから家族になるんだから仲良くしましょうね。私、さとこさんのような娘ができて嬉しいわ。ありがとうございます。いろいろと未熟な部分があると思うんですけど、頑張りますから。そう、頑張っても仲良くできるとは思えないけどね。アニメスカッと生活。私の名前はさとこ。今回は義母よしえさんの話です。こちらがその義母よしえさん。私は半年前に結婚をしました。だけど夫と私の仕事の都合がつかなかったこともあって、新婚旅行は伸び伸びになっていたんです。だけどようやく新婚旅行の予定を立てることができたんです。私も夫も楽しみにしていたんですけどね。一つだけ問題があるんです。それが義母です。私たちの新婚旅行に便乗して来ようとするんです。だけどあんなことになるとは思わなかったんでしょうね。それでは義母とのやりとりをご覧ください。ねえ、あなたから息子に言ってくれない？何度息子にお願いをしてもダメって言うのよ。お母さん、申し訳ないんですけど、私も夫と同じ意見です。新婚旅行について行きたいって、言い方は悪くなってしまうんですけど、非常識ですよ。お母さんがついてきたら新婚旅行じゃなくて、ただの家族旅行になるじゃないですか。何よその言い方。あなたはうちに嫁いできたんでしょ？だったら私と親睦を深めるのは当然のことじゃないの？あなただってうちに馴染むために私と一緒にいる時間を増やすのは当然のことでしょう。だったらそれは新婚旅行についてこなくてもいいですよね。新婚旅行が終わった後に私と夫で義実家に行く時間を増やせばそれでいいんじゃないでしょうか。せっかくの新婚旅行なので夫と二人きりで過ごしたいんです。どっか分かってもらえないでしょうか。どうやってあなたは私から息子を奪うんでしょう。私の悪口を言って息子が私から離れるようにするんだわ。はい、お母さん、何をおっしゃっているのか全然わからないんですけど。そうやってとぼけたふりをして私の大事な息子を奪っただけじゃなくて、私と息子の絆まで壊そうとしているんでしょう。申し訳ないんですけど、何を言っているか本当にわからないです。私は私なりにお母さんと仲良くしようと思っていたんですけど。お母さんにはそのつもりがないってことですか？最初から仲良くするつもりなんてなかったわよ。だって私の可愛い息子を奪う憎らしい女でしかないんだから。とにかくあなたたちの新婚旅行にはついていくからね。お金だって自分で出すんだから問題ないでしょ。私は先に現地入りするから、着いたら連絡をしてね。言いたいことだけ言って、その後はこっちからメッセージを送っても返信しないんです。既読はつくので読んではいるんでしょうけど、都合の悪いことは返信しないなんて子供かと言いたくなります。夫に義母とのやり取りを見せたんですけど、ドン引きしていました。夫自身、義母が過干渉であることは分かっていたそうです。だけどここまでとは考えていなかったんでしょう。本当に夫の表情を見るとドン引きしているのが分かります。私にとって幸いだったのは夫が義母側ではなかったことです。これで義母寄りの夫だったら即離婚を考えていましたね。簡単に離婚はできなかったかもしれないんですけど、離婚は考えていたでしょうね。だからそうならなかったことが私にとって唯一の救いだったのかもしれないです。夫に最終確認をすると、夫自身も義母が来ることは望んでいないそうです。むしろ新婚旅行についてくるとか意味がわからないからと言っていたんです。その言葉だけでほっとしました。私はこのまま放置すればいいんじゃないかと言ったんですが、夫が言うには義母はやると言ったらやる性格なのだとか。だから一つだけ義母対策をすることにしたんです。せっかくの新婚旅行で義母によって嫌な思い出を作られたくないですからね。まあ現時点ですでに嫌な思い出ができてしまっているんですけど。そして新婚旅行当日。やっぱり沖縄は暑いわね。だけど海は綺麗だし、新婚旅行にはもってこいよね。そうですね。あら、やけに素直ね。ようやく私が言っていることが正しいってわかったのかしら。まああなたも私の言うことをちゃんと聞くのなら、少しは仲良くしてあげてもいいわよ。ああ、それは結構です。え？お母さんは暑いと言っていたようですけど、こっちは雪ですよ。は？夫と話し合いをして、突然だったんですけど海外旅行に切り替えたんです。だから私たちがお母さんと合流することはないですからね。きちんと一人でいろいろと対応なさってください。
ちょっと待って、そんなこと聞いていないわよ。そうでしょうね。だって私も夫も話していないんですから。え？新婚旅行なんだからついてこないでくださいってお願いしましたよね。それなのにお母さんは自分の考えを変えようとしなかったんです。私からメッセージを送っても既読する、電話をしても出てくれなかったじゃないですか。だからこうするしかなかったんです。本当はこんな騙すようなことなんてしたくなかったんですけどね。話を聞いてくれないお母さんが悪いんですよ。息子はこんなことをするって知っているの？あなたがわがままを言って強引に新婚旅行先を変えさせたんでしょ？お母さんにとっては残酷かもしれないですけどね。行き先を変更しようと言ってくれたのは夫ですよ。夫もお母さんの過干渉にはうんざりしていたそうです。え？そんなの嘘でしょ？絶対に嘘。息子が私を拒否するようなことなんてするはずがないでしょ。私と息子を引き離そうったってそうはいかないわよ。あんたのような性悪女との結婚なんて認めるんじゃなかった。お母さんがそういう態度をやめない限り、私も夫も義実家へ行くことはありません。お父さんにもそのことは話してありますから。なんですって？お父さんからは何も聞いていないわよ。そうでしょうね。お父さんも呆れていたので、まさかそこまで息子である夫を溺愛しているとは思わなかったそうです。お母さんと関わりたくないことを伝えると、分かったと言ってくれましたよ。そんな、私がどれだけ息子を大事にしているか知っているのに、お父さんがそんなことを了承するなんて。お父さんは心配していましたよ。そこまで自分の息子に対して過剰な愛情を向けるのはおかしいって。沖縄から戻ったらお父さんとしっかり話し合ってくださいね。一応話しておきますけど、お父さんとは会うつもりです。義実家にはお母さんがいらっしゃるので、義実家以外で会うことになりそうですけどね。ちなみにお母さんがその状態だと、子供ができたとしても会わせないです。ああ、当然でしょう。私に対するひどい言葉が多いんですよ。子供が生まれて何を言われるかわからないじゃないですか。それに嫁から子供を奪って自分の思い通りに育てる祖母とかもいるようですからね。そうならないために会わせたくないんです。これは夫も義父も了承していることなので、お母さんが反対してもどうにもならないです。どうしてそんな意地悪なことをするのよ。自分の言動を振り返ってくださいね。お母さんは自分が強く言えば私が逆らえないとでも思っていたんでしょうけど、私はそういう弱い女じゃないんですよ。やられたらやり返す女なので。だから別にお母さんに意地悪をするなとは言いません。私もやり返すだけなので。見た目では結構穏やかに見られることが多いんですけど、私そういう穏やかな性格じゃないんですよね。私自身結構気が強い方なんです。それでも大好きな夫の母親だからということで我慢をしていました。だけど我慢にも限界があるんです。夫が海外旅行にしようと言ってくれて本当に良かったです。国内だったらお母さんが沖縄から駆けつけてくる可能性がありますからね。だからきっと夫は海外にしてくれたんでしょう。本当は常夏の沖縄でゆっくりするはずだったんですけど、それが極寒の地になったのはちょっとびっくりでしたね。てっきり似たような感じのところにするんだろうと考えていたので。だけど雪景色はすごく綺麗なので、新婚旅行で来られてよかったと思っています。義父には夫が連絡をしたそうです。沖縄に行っていることを知って義父も驚いていたのだとか。きっと義父にも何も言わずに沖縄に行ったんでしょうね。事前に言えば止められると分かっていたからでしょう。義父は何度も謝ってきました。義母の尻拭いをさせられる義父は本当にかわいそうでしたね。ただ夫は今回の義母の自分勝手な行動は許せないと言っていました。そりゃそうでしょう。せっかくの新婚旅行を台無しにされるところだったんですから。ちょっと、お父さんから何度も電話が来るのよ。あなたが何か言ったんでしょう。言ったのは夫ですよ。お母さんのことを話していたようですけどね。お父さんも結構怒っているようですよ。え？お父さんに何も言わずに沖縄に行ったんですって？それはお父さんだって怒りますよ。自分勝手なことばかりをして、お母さんは結局何がしたいんですか？何がしたいのかって、あなた一体何様のつもりなの？嫁が姑にそんな口を聞いていいと思っているの？話にならないですね。とりあえずきちんと話ができるまで連絡をしてこないでくださいね。
お母さんがしたように私も話し合いができると思うまで既読スルーしますので、何かあったら夫に連絡をしてください。ただくだらないことだったら夫も着信拒否とかにすると思うので、下手なことはしない方がいいと思いますよ。その後私は義母をブロックしました。だってこれ以上話すことなんてないと思いましたし、夫からもブロックしていいと言われていたので。それにせっかくの新婚旅行を義母とのやり取りばかりで終わらせたくなかったんです。はっきり言って義母とは関わりたくないです。夫も今回のことで義母とは関わらなくていいと言ってくれています。こんな言い方は良くないのでしょうけど、ラッキーでした。私自身はっきり言って結婚の挨拶の時から義母のことは苦手だったんです。穏やかな言葉の裏にトゲがあるような、そんな感じがしていました。実際その通りだったんですけどね。だからある意味今回の出来事は私にとっては良かったことだと考えています。こんなことは夫には言えないんですけどね。今回のことが起こる前から義母のことを嫌っていたなんて夫には知られたくないですから。ただこれから義母は大変でしょう。義父からも自分の息子からも冷たい態度を取られるようになるんですから。沖縄から帰ったら義母がどのような態度を義父に取るのかが少し気になります。きっと慌てているでしょうけど、義父は簡単に許さないと言っていましたからね。しばらくは冷戦状態が続くのではないでしょうか。まあどうなろうと関係ないですけどね。義父はいい人なので、これからもいい関係を築いていきたいです。だけど義母、あなたはダメです。多少のことでは私許してあげないですからね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前は千春。今回は夫たかしの話です。こちらがそのたかし。私とたかしは友人の紹介で交際、そして結婚に至りました。結婚して数年ですが、それなりに幸せだったと思います。ただたかしに浮気症の悪癖がなければですけどね。たかしは浮気症の部分があり、結婚して1年目で浮気発覚しました。たかしが謝ってきて離婚には至りませんでしたけどね。ただ再び不倫が発覚しました。さすがにもう我慢できずに離婚しようと決めたんです。でもまさかあんなことになるなんて。それではたかしとのやりとりをご覧ください。たかし、あなたまた不倫をしてるでしょう。え、下手なとぼけ方はしなくていいよ。余計に花が立つだけだから。全部調べはついてるってことか。そうだね。あなたが取引先の受付嬢と不倫してるってところまで知ってるよ。だったらもう下手なごまかしはできないよな。そうだよ、不倫してるよ。お前とは紹介で知り合って結婚したけど、つまらない。一緒にいて新鮮さがないんだよ。だけどゆり子は違う。一緒にいて楽しいし、これからもずっとそばにいてほしいって思ってる。だから離婚をしてくれ。どうせお前も俺のことなんて愛してないだろ。どういうふうに思ってるか知らないけど、私はあなたのことは好きだったし愛してたよ。不倫さえしなければね。でもあなたが私を愛していないと言うなら一緒にはいられない。離婚？大いに結構だよ。ただ不倫をされたんだから慰謝料はしっかり払ってもらうから。ああいいよ。お前の持っている3000万円の貯金もしっかり分けてもらうからな。え？お前結婚する前に3000万円の貯金をしてただろ。結局あの金は使うことはなかったし、手つかずのはずだ。そうだけど、どうしてあなたと分け合わなければいけないの？夫婦の共有財産だろ。っていうかお前の財産は俺のものなんだから、3000万円は俺が全部もらう権利があるんじゃないか。何を勘違いしてるのか知らないけど、結婚前の財産は夫婦の共有財産には含まれないんだけど。は？いやいや、そんなことを言っても無駄だから。そうやって嘘を言ってもどうにもならないんだぞ。なんで私が嘘をつかないといけないの？あなたこそしてやったり的な感じで話してるみたいだけど、もっとちゃんと調べたら？私は結婚前に3000万円貯めました。と言っても株で偶然儲けただけなんですけどね。結局ビギナーズラックで儲けただけで、その後は株はしていません。3000万円稼げただけでも嬉しかったですし、
将来の自分のために取っておこうと思っていたお金です。まさか離婚をするから役に立つお金になるとは思いませんでしたけど、誰の入れ知恵か知りませんが、夫は私の貯金も自分のものにできると思っていたようです。ほとんど無貯金の夫から見れば、喉から手が出るほど欲しいものでしょう。私が財産分与しなくていいお金だと言っても信じませんでした。まあ信じなくてもいいんですけど、私は私で慰謝料の手続きに進ませてもらうだけですし、離婚になるわけだから相場は100万円から300万円ほどのようです。婚姻年数なども関わってくるでしょうが、弁護士は150万円から200万円は請求できると言ってくれたので、双方に同額を請求しました。不倫相手はこんなお金なんて払えないと言ってきましたが、そんなことは知ったことではありません。自分で蒔いた種なんだってことをきちんと理解してほしいですね。お前、ユリコにも慰謝料を請求したらしいな。当然でしょ、人の旦那に手を出したんだから。お前、自分よりも10歳近く年下の女から金を巻き上げるなよ。お前のそういうところも嫌になったんだ。そういうところ？私は自分より年下の女性にお金を請求するのは初めてだけど。そういうところが嫌になったって取ってつけたことを言わないで。大体不倫なんてしなければ払わずに済んだお金でしょ。慰謝料を請求する私が悪いの？それとも請求されるようなことをしたそっちが悪いの？あなたはどっちだと思ってるわけ？それは、まあ俺がお前と分ける3000万円から支払うようにするよ。あのね、私が持っている3000万円はあなたに渡す必要はないの。何度言えば分かってくれるの？ふざけるなよ。お前だって3000万円を渡したくないからそう言ってるだけだろ。渡したくないに決まってるじゃない。あなたに渡す必要なんてないものなんだから。夫婦のものは共有財産だって知っているんだからな。お前と離婚して3000万円を分けてユリコと再婚するって決めてるんだ。決めているのは勝手だけど、お金は渡さないから。弁護士に依頼しているから財産分与しなくちゃいけないのか自分で聞けば。その後弁護士から連絡がありました。夫から財産分与についての連絡があったと。3000万円のことで相談されたら答えていいと言っていたので、弁護士がしっかりと話してくれたそうです。夫は納得できなかったのか、何度も連絡をしては3000万円は俺のものにならないのかと言ってきたそうです。その度に同じ説明を弁護士がしてくれたのだとか。仕事とはいえ本当にお疲れ様でしたって感じですね。300万円が財産分与の対象にならなかったら夫は貯金なしで離婚です。はっきり言って散財する癖があったので、まともに貯金なんてできていません。それでもまだ彼が不倫していると知らない時は、将来の資金として3000万円を切り崩していけばいいだろうと思っていました。今となってはそんな将来が来なくて本当に安心しています。離婚についてなんだが、もう少し考えさせてくれないか。何を言ってるの？あなたが署名と捺印をした離婚届を弁護士に預けたでしょ。あなたのサインがされているんだから今すぐにでも出せるのよ。いや、だって離婚したら俺は金がなくなってしまうじゃないか。それは当たり前でしょ。あなたは貯金なんてほとんどしてこなかったんだから。私の稼ぎから少しずつ貯金はしてたけど、それでも100万円と少しだものね。これは共有財産になるから、あなたがほとんど貯金をしていなくても分けないといけないお金だけど。だからそれだけじゃ慰謝料に足りないじゃないか。あなたどこまでバカなの？この分けなければいけないお金だって私が貯めたものなのよ。それを分けなきゃいけない私の悔しさがわかる？それなのに慰謝料に足りないですって？本当にどこまで人をバカにしたら気が済むの？いや、そういうつもりじゃないんだけど。そういうつもりじゃない？どっちにしてもあなたとは離婚する。慰謝料はもらう。これは決定事項だから。それから夫とは離婚をしました。とりあえず今支払える分の慰謝料は受け取って、祖父母が残りを立て替えてくれたんです。おかげで元旦那とやり取りをしなくて済みました。不倫相手も彼女の両親が慰謝料を立て替えてくれました。お互いの両親が経済的に余裕があって本当に良かったと思っています。ただ
その後、元夫は株で大きな損失を出したそうです。私が株で3000万円を儲けたのは知っていましたから、自分もできると勘違いをしたんでしょう。はっきり言って、元夫のようなタイプが一番株などに手を出してはいけない人物だったりするんですよね。まあ、もう離婚しているので、どれだけ損失を出しても関係ありませんけど。な、金を貸してくれ。株で2000万円の損失を出してしまったんだ。金を返せないなら、親からも家を出て行けと言われて。へえ、そうなんだ。だから？え？だから何って言ってるの。なんであなたが株で損をしたからって私がお金を貸さないといけない？帰ってこないお金なんて貸す人はいる？だって俺たちは元夫婦だろ。いやいや、だから何？元夫婦だったらお金を貸さないといけない決まりでもあるの？それを本当に思ってるなら正直怖いよ。なんでそんなことを言うんだよ。俺が困っている時に見捨てられるようなやつじゃなかっただろ。そういうやつにしたのはあんたでしょ。不倫されて離婚した元夫を助けなきゃいけない理由なんてないよ。どこまで私に甘えるつもりなの。あんたのことを愛しているであろうあの時の不倫相手に頼めば。2000万円の損失を出したって知ったらいなくなったんだ。会社も辞めたって聞いて。そうなんだ、すごくどうでもいい。頼むよ、助けてくれよ。慰謝料を支払ってもらった時点でもう終わってるの。さらに言うなら、離婚した時点であんたとの関係は終わってる。そのことにいい加減気づいたらどう？俺にはもうお前しかいないんだ。私にとってはあんただけはありえないの。都合のいい時だけ頼ろうとしないで。私は一緒にいてつまらないんでしょ？つまらない女からお金を借りようとしないでよ。さようなら。もっと地獄を見てくれたら私もすっきりするよ。それだけ言って元夫をブロックしました。それから元夫からの連絡はありません。まあ連絡しようがないって言った方が正しいんでしょうけどね。ちなみに知人から聞いた話ですが、元夫は元義実家からお金を持ち出そうとして警察を呼ばれたそうです。身内同士ということもありましたが、元義父母が被害届を出したのだとか。詳しいことは知りませんが、元夫は元義実家から完全に見捨てられたんだろうなと思います。普通に考えて家に盗みに入ってきたなんて、たとえ息子でも許せないでしょう。知人たちにもお金の無心をしているようで、どんどん孤立していっているのだとか。本人は友達だろと言っているようですけどね。友達だからって数千万円のお金を誰が貸すって言うんでしょうか。お金に関してルーズだったせいもあって、困っている自分を助けてくれない人の方が悪者という認識のようです。はっきり言って世界はあんたのために回っているわけじゃないって言いたいですけどね。まあもう関わることはないでしょうから、どうでもいいです。離婚はしましたが、また縁があれば再婚をと考えています。ただ元夫のことがあるので、かなり慎重になるでしょうけどね。慎重になった結果、再婚ができなかったという未来もあるかもしれません。どちらにしても自分が後悔しないようにしたいです。また元夫のような人と結婚なんてしたくないですから。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はみのり。今回は元夫の浮気相手朝子の話です。こちらがその朝子。私と元夫義則はわずか2年の結婚生活で幕を閉じました。原因は私の後輩だった朝子です。後輩に夫を奪われて恥ずかしくて会社にもいられなくなり、今は別の会社で働いています。私は悪くないのだから堂々としていればいいと思っていたのですが、周囲の視線に耐えることができませんでした。会社を辞めて心機一転頑張ろうと思っていた時に、朝子からメッセージが届いたのです。それは私に対してマウントを取るような内容でした。でもまさかあんなことになるなんて。それでは朝子とのやりとりをご覧ください。先輩、私来月結婚するんですよ。相手は誰だと思いますか？実は先輩の元旦那さんです。ああ、元先輩でしたね。っていうか、私と元先輩の元旦那さんが付き合ってるのも知ってましたっけ？元が多くて何が何やらの内容になってそうですね。それが何？わざわざそんなことのためにメッセージを送ってきたの？
まあ幸せのお裾分けって感じですかね。でも元先輩の幸せを奪ったのは私なんですけど。私と吉典は離婚したんだから、その後誰と再婚しようと構わないよ。私はちゃんと慰謝料と養育費を振り込んでくれればそれでいいし。そのことなんですけど、慰謝料と養育費は払わないことに決めましたから。は？人の夫と不倫して奪っておいて慰謝料と養育費も払わないってどういうこと？子供から父親を奪うような真似をしておいて。実は私も赤ちゃんができたんですよ。だからこっちも子供にお金がかかるんで、元先輩に払ってあげるお金がもったいないっていうか。払ってあげるってどういうこと？あんたたちが私に払っている慰謝料、子供に対する養育費は義務でしょ？それに養育費を払っているのはあんたじゃなくて吉典でしょ？なんであんたから払わないなんて言われなきゃいけないの？だって私と吉典さんはもう夫婦ですし、結婚式は来月ですけど、席は入れているのでもう夫婦ですしね。それは関係ないでしょ？養育費は吉典の義務、慰謝料はあんたと吉典の義務でしょ？義務を放棄するってどういうこと？だから、お金がもったいないって言ってるじゃないですか。元先輩、理解力乏しすぎなんですけど。朝子では話にならないので、元夫に連絡をしました。すると、子供ができたから、慰謝料や養育費を払う余裕がないと言ってきたのです。自分たちの生活を優先させるために、私やまだ2歳の子供を簡単に切り捨てるような吉典の考えに納得できませんでした。それに、慰謝料や養育費に関しては、弁護士同席の上で条件を決めていたこともあり、滞納すれば一括請求という条件も入っています。そのことに触れると、払えないものは払えないんだから仕方ないと開き直ってきたのです。さすがに信じられない言葉に、元義父母に連絡をすると、吉典のことでこっちに言われてもね、という態度でした。このまま泣き寝入りをするしかないのか、と途方に暮れていると、今の職場の先輩が相談に乗ってくれたんです。先輩も離婚経験者であり、慰謝料などでかなり揉めたということを以前聞いたことがありました。離婚対応してくれた弁護士がいるなら、その人に対応してもらった方がいいよ。泣き寝入りは子供のためにするべきじゃないと言われて、2年ぶりに当時の弁護士に連絡をしました。ちょっと、元先輩ってば、弁護士に頼んだんですか？ 2 年前の弁護士が来たんですけど。あなたと話しても埒が明かないからでしょ。きちんとした人を間に入れることで、ちゃんとした話し合いになるかなと思って。話し合いって言われても困りますって。うちに養育費とか払うお金がないって言いましたよね。それとも生まれてくる子供に我慢させろって言うんですか？今現在私の子供に我慢をさせているあんたに言われたくない。うーわ、慰謝料とか養育費がないと子供育てられないんですか？それって母親として失格でしょう。他人に頼らないと生きていけないって規制って言うんですよね。元先輩ってば、私は吉典さんに規制して生きていくんですか？話をごまかさないで。どんなに煽っても、慰謝料と養育費の支払いを踏み倒そうとするあんたたちの方が悪ってわからない？それに子供って言うけど、本当に吉典の子？あなたが複数の男性と関係を持っていたこと、知らないとでも思ってる？え？吉典は知らないんでしょうね。じゃないと再婚まではしないだろうから。それとも確実に吉典の子だってわかってるってこと？ちょっと待って。あんた、何言ってるの？焦ってきた？さっきと口調が違うよ。誰から聞いたの？誰でもいいでしょ。誰から聞いたのかってことは今重要じゃないと思うんだけど。いいから、誰から聞いたのか教えなさいよ。誰から聞いたかわからないくらいの人と関係を持っていたってこと？すごいね。私はそういう気持ちがわからないけど、そんな風に簡単に関係を持てるから人の夫に手を出すような人になるんだろうね。それともそういう人だから人の夫に手を出すってこと？まあどっちでもいいけど。そのこと吉典さんに言ってないでしょうね。言ったけど、あんただって踏み倒し宣言してきて、私は迷惑を被っているんだよ。なんであんただけ幸せに暮らさせなきゃいけないの？吉典怒ってたね。まさかそんな人だったなんて、とか言ってたけど。いやいや、そんな人だって分かって結婚したんでしょって突っ込み入れたかったよ。既婚者に手を出すような人なんだから、常識があるとは言えないでしょ？あんただって結婚報告なんて、こっちの傷をえぐるようなことをしたんだから、自分が仕返しをされるってことも分かっていたんじゃないの？それとも会社から逃げ出した女だから、自分の幸せを見せつければ、マウントを取れると思った？別にそんなことは思ってないけど。けど何？思ってないのにマウントを取ってきたの？そのせいで自分の秘密がバレるなんて思っていなかったんだよね。叩けば埃だらけのくせに、マウントを取ろうとするんじゃないよ。
誰がその秘密を握っているかわからないって考えたこともなかったんだ。もしかしたらそこら中の人が知っているかもしれないのに。そこら中の人が知っているなんてありえないから。あんただって過去の男の誰かから聞いたんでしょ。私は噂で知っただけだよ。そういう噂があるって他の会社の私にまで入ってくるんだから、会社内では相当広がっているんじゃないの。嘘よ。誰にも寄生しないのが母親だって言ったっけ。だったら吉典と離婚になってもあんたは一人で子育てするんだね。頑張って。吉典さんと離婚なんてしないから。他の人の子を育てさせられるかもしれないって分かって吉典がそのまま夫婦を続けると思う。続けたとしても今度はあんたがビクビクする番だね。浮気をした側が今度は浮気に怯える日が来るんだから、あんたっていう例があるんだから、きっと些細なことで疑っちゃうだろうね。だってあんたたちは浮気で再婚までしたいびつな夫婦なんだから。いびつ。まともな夫婦だと思った？まともな夫婦は誰かを踏み台にして結婚なんてしないよ。私が味わった辛さや悲しみ、今度はあんたが味わう番ね。偉そうなことをいろいろと言っていたけど、あんたは私みたいにならないの？私以上に感触を起こしそうな雰囲気だけどね。そんなことはない。吉典さんが私と離婚するなんて絶対にない。朝子はそう信じていたようですが、元夫は簡単に離婚をしたと元同僚から聞きました。短期間で罰人になった元夫には笑いますけどね。出産前に DNA 検査ができるらしくて、朝子は一縷の望みをかけて検査を受けたそうですが、元夫の子である可能性は 0% だったそうです。あんたのせいで吉典さんと離婚になったじゃない。結婚したばかりだったのに、なんでこんな短期間で離婚にならなきゃいけなかったの。だらしない自分のせいでしょ。その子が吉典の子であればまだ夫婦は続けられたんだろうけどね。結果はそうじゃなかったみたいだし仕方ないんじゃないの。頑張って一人で子供を育ててね。私に偉そうなことを言ってきたんだから、誰にも頼らずに育てられるんでしょ。まさかその子の父親らしい人に手当たり次第連絡なんてしないよね。今度はあんたが会社で噂される番だね。その後私は朝子をブロックしました。思わぬ展開ではありましたが、ようやく私も前を向いて生きていくことができそうです。ちなみに元夫は女癖の悪さなどが露呈したこともあって、会社でも居心地の悪さを感じながら仕事をしているようです。自業自得なので同情はしませんけど、元夫は俺は被害者だと言っているようですが、お前も前の奥さんを捨てて朝子と結婚したんだから同類だろと言われて、そこから彼の立場が悪くなったようですね。朝子については会社を辞めたそうです。しかも子供の親らしい人に連絡をしてお金をせしめたそうで、被害届を出されたのだという話を聞きました。子供の父親は未だに誰なのか分かっていないようです。誰とでも簡単に関係を持ってしまうからこんなことになるんでしょうけどね。私はそれから数年後に再婚をしました。同じ会社で働く男性ですが、穏やかで一緒にいて居心地よさを感じます。子供の父親になりたいと言ってくれて、今では率先して子供の面倒を見てくれます。子供自体も夫に懐いていて、まるで本当の親子のようです。これまでは元夫のことで悩んだりしていましたが、新しい夫ができたこともあって、されたことは考えないようにしたいと思っています。後ろ向きなことばかり考えても仕方ないですからね。前向きに考えた方がポジティブにもなれますし、きっと私も子供も、そして夫もいい方向に導いてくれると思っています。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はあずさ。今回は親友ミキの話です。こちらがそのミキ。ミキは小学校の時からの友人で、職場も同じということから一緒にいる時間が長かったです。いろいろなことを相談し合って生涯の友人になれると思っていました。でもミキとの関係がギクシャクする出来事があったんです。それは私が片思いをしている男性とミキが付き合い始めたことです。私は彼が好きなことをミキにも伝えていたのですが、その翌日にミキが彼に告白をしたのだと聞きました。私はミキも彼が好きだったんだと思おうとしていたのですが、それではミキとのやりとりをご覧ください。ミキ、ちょっといい？どうしたの？最近はあずさに避けられているって思ってたんだけど。そのことについてはごめん。気持ちを切り替えることができなくて、ミキを避けるってひどいことをした自覚はある。いいよいいよ。だって好きな人が私と付き合ってんだもんね。私があずさの立場でも同じことをしちゃうかも。でも気持ちを切り替えられなかったってことは
今はもう気持ちを切り替えたってことでいいの？うん、気持ちを切り替えられるようなことがあったから。へえ、そうだったんだ。じゃあ前みたいに一緒にいられるね。悪いけどそれは無理だと思う。え？どうして？気持ちを切り替えられることがあったって言ったよね。今日のお昼、会議室って言えばわかる？会議室？あ、もしかして私たちの話を聞いていたの？ええ、予想通りあずさを落とせたんだからおねだりしていいんだよなって彼が言っていたわね。あなたたち、私が彼を好きになるかどうかをかけていたんだね。予想通りに彼のことを好きになった私を見て二人して笑っていたってことでしょ？ミキのことは親友だと思っていたのに。ひどい。どうしてこんな仕打ちをされないといけなかったのよ。親友だから私を楽しませるのは当たり前でしょ。楽しませるって、楽しいのはミキだけじゃない。あなたと彼が付き合うようになってどれだけショックだったか、賭けに使われていたと分かってどれだけ悲しかったか、陰で笑っていたあなたたちには私の気持ちなんて分からないんでしょうね。分かるはずないじゃない。っていうか、分からないといけないの？親友だって言ってたけど本当に親友だと信じていた？あんたは私が選んであげた親友なのよ。選んであげた？地味だけどブスすぎない、私を引き立ててくれる人、それがあんたよ。私にとってあんたに対する親友って言葉の意味は引き立て役よ。本当にあんたと私が対等のつもりでいたの？厚かましすぎてムカつくっていうより笑いが出てくるわ。いつから彼と付き合っていたの？付き合ってなんかいないわよ。まあ強いて言えば大人の関係ってところかな。私は誰かに縛られるのは嫌なの。だから自由にいろんな人と付き合うのが私の恋愛スタイル。中学の時からあんたの好きな人は私を好きになってたよね。あれ、なんでかわかる？まさか。正解。全部私が仕組んでいたんです。そうとも知らずに毎回私に相談してきてさ、励ましながら笑いをこらえるのが大変だったわよ。最初から私たちは友達ですらなかったんだね。ミキにとって私はただの遊び道具だっただけ？その通りよ。だからこれからもあんたは私を楽しませてちょうだいね。私みたいな美人があんたの親友でいてあげるんだから、それくらいの見返りがないとやってられないでしょ。これからも私がミキの親友でいると思うの？他の人にバラすとか考えてないんだ。言いたければ言えば。でも誰があんたの言うことを信じてくれるっていうの？私はみんなとも明るく話して社交的。あんたは私以外とあまり接することがない内向的。さてどっちの言葉を信じてくれるかな。自分の方を信じてもらえると思っているなら試してみれば。まああんたが泣きを見るだけだと思うけど。ミキの言葉に悔しくて涙が出てきました。確かに彼女の言う通りだからです。私が言われた側でもきっとミキのようなタイプを信じます。普段喋らない人と喋る人では嘘を言っているのが仲良くしている人でも信じてしまうからです。つまり私はこれから先もずっとミキのおもちゃでいるしかないのでしょう。ミキと離れるためには会社を辞めなければいけません。でもこの会社での仕事は好きなので辞めたくありません。ということは私が我慢をするしかないという選択肢しか残らないのです。これまでミキを信じていた自分を恥じながらしばらくはミキのおもちゃでいるしかないのかと思っていたのですが、翌日驚いたことに無視されているのはミキの方でした。逆に他の社員たちは大変だったねなんて言ってきて、何が何だか分かりません。あんた何を言ったわけ？なんでみんながあんたの味方をするのよ。知らない。私は誰にも言っていない。言ってなければ誰が言ったっていうの？なんで私がハブにされなきゃいけないのよ。昨日までは鼻の下を伸ばしていた男も私を避けるようになったし、なんで私がこんな惨めな思いをしないといけないの？だから私は知らないって言ってるでしょ。これ以上言いがかりをつけてこないで。ミキから裏切られたことで私はもういっぱいいっぱいなんだから。なぜこんな状況になったのか分かりませんでした。でも翌日上司から呼び止められて全てが分かったのです。私とミキがメッセージのやり取りをしていた時、どうやら彼と一緒にいたようです。そこで私のメッセージ内容をミキが彼に教えていたのだとか。偶然上司や他の社員たちがその場面を見たそうです。何があったのか詳しくは知らないけど、君が悪いわけじゃないことだけは分かったからねと言ってもらえて、私は泣いてしまいました。まさかそんなことがあったなんて思いませんでした。つまりミキは自分で自分を追い込む状況を作っていたということです。
しかもミキは上司たちのことは言っていなかったので、聞かれていることも全く気づいていなかったのでしょう。上司や他の社員たちが私が悪くないことを知ってくれているというだけで、胸の使いが取れたような気がします。ねえ、今日も無視されたんだけど、あんたが私の悪口でも言ったんでしょう。私の言葉は信じてもらえないって言ったのはミキでしょう。まあいいけど、上司や他の社員たちが私たちがメッセージのやり取りをしているところを見たんだって。あなた私のメッセージ内容を彼に教えていたそうね。大きな声で言っていたそうじゃない。あの時誰か聞いていたってこと？好きで聞いたわけじゃないでしょうけどね。あなたの声が大きかったから聞かされたって感じでしょう。えっそう、まさか聞いている人がいたなんて。これじゃあ私の計画が全部台無しじゃない。自業自得でしょ。天罰って本当にあるんだなってミキを見ていたら気づいた気がするよ。ねえ、どんな気持ち？みんなミキの本性を知っているのに、誰も指摘せずにそのぶりっ子に付き合ってくれていたんだって気づいた時、どんな気持ちになった？性格悪いよね。ミキには負けるよ。なかなかミキみたいな根性が腐った人はいないと思うよ。なんですって？本性が出てるよ。また誰かに聞かれるんじゃない？もう家以外で本性出さない方がいいんじゃないかな。みんなが味方になってくれた途端強気になったわね。なんなのあんた。そりゃ嬉しいに決まってるじゃない。ミキじゃなくて私を信じてもらえたことが。それがミキの自爆だったとしてもね。これからはもう誰も騙せないよ。だって部署内にミキの本性は知れ渡ってるんだから。その上でぶりっ子を続けるなら痛々しいよね。まあそれも見物かもしれないけど。うるさいわね、あずさのくせに。だから何？もうミキのことで傷つくことはやめたの。だってなんだか今のミキは惨めだから。惨め？そうでしょ。信じてもらえなくて、これからどうすればいいかもわからない。私を見下していた人が私より信じてもらえていない。惨めだと思わない？もう話すことはないだろうから、ブロックするね。バイバーイ。それから1ヶ月経たないうちにミキは会社を辞めました。他の人たちからの視線に耐えられなかったようです。ぶりっ子をしても本性を見た後じゃなーっと笑われていました。私はミキを気にしなくなって、ちょっとだけ明るくなった気がします。他の人とも喋る機会が増えましたし、あずささんって話しやすかったんですねと言われることも多くなりました。もしかしたらミキと一緒にいたことで私は良くなかったのかもしれません。ミキと離れたことでようやく自分らしさを取り戻せたような気がします。ちなみにミキと付き合っていた彼も会社を辞めました。爽やかイケメンで人気だったんですけど、ミキ同様に本性がバレてしまって居心地悪くなったんでしょうね。あれから数年後、私は会社の人と結婚して退職しました。今では双子の母であり、毎日がてんてこまいです。一度だけミキを街で見かけたことがありますが、幸せそうには見えませんでしたね。どこか疲れ切っていて、年齢以上に見えるような老け方をしていました。きっと誰かとまた揉め事でも起こしているんでしょう。あの性格は治らなさそうですからね。生涯の親友と思っていた人に裏切られたショックはありますけど、私もミキに逆らわないようにしていた部分があります。それが良くなかったんだなって今ならわかる気がするのです。だからこそ今は対等に付き合える友人としか付き合っていません。対等じゃないときっとまたミキの時のようになってしまいますからね。最初はビクビクでしたけど、意外と対等な付き合いって楽です。下手に機嫌を伺うようなこともしないで済みますから。他の友人を作ってからミキとの関係が異質だったことに気づきました。もうあんなトラブルに巻き込まれないようにしたいです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺の名前はアキラ。今回は友人春尾の話です。こちらがその春尾。俺は地方から出てきたこともあって、親が一人暮らしするための部屋を借りてくれました。俺が勉強をしやすいように、利便性がいいところを借りてくれて、仕送りをしてもらっていますが、バイトをして少しでも恩返しができるようにしています。ただ利便性の良さに目をつけたのが友人春尾です。大学から近いこともあって、春尾は浮気部屋としてたびたび俺の部屋に女性を連れ込んでくるのです。さすがにやめてほしいと言ったのですが、モテないからってひがむなよとわけのわからないことを言われて、のらりくらりとされてしまいます。でもまさかあんなことになるなんて。それでは春尾とのやりとりをご覧ください。
今週末も部屋を貸してくれよな。いい加減にしてくれって何回も言ってるよな。俺の部屋を浮気部屋として利用するなんて、正直お前どうかしてるよ。だいたい彼女がいるくせに浮気って恥ずかしくないの？彼女に悪いって考えもないわけ。はいはい、またいつものひがみかよ。ひがみじゃないよ。浮気している春尾に対して羨ましいなんて思ったことないから。っていうか、こういうことが続くなら友達の縁を切りたいんだけどね。俺しか友達がいないくせによく言うよな。俺がいなくなったらぼっちだろ、ぼっち。別にぼっちでもいいし、俺は大学に勉強に来ているのであって遊びに来てるわけじゃない。春尾は遊びに来てるのかもしれないけどね、真面目に授業を受けてるところなんて見たことないし。そりゃ大学って言ったら遊びに決まってんじゃん。お前みたいに真面目に勉強してるやつの方が珍しいんじゃねえの？そんなことはないよ。他の知り合いだって真面目に勉強しているし、春尾が遊びまくっていても別にいいんだけど、俺を巻き込まないでくれ。うるせえな。浮気部屋の提供くらいしか役に立たないくせに調子乗ったこと言うな。お前は黙って俺の言う通りに浮気部屋の提供をしていればいいんだよ。友達だって思っていたから今まで我慢していたけど、それが本音か。春尾は俺のことを利用することしか考えてなかったんだな。そりゃそうだろ。田舎から出てきた世間知らずだから、ちょっと優しくしたら友達だと勘違いしてくれたよな。あれは笑いが出たわ。でもお前も共犯だからな。何かあったらアキラが無理やり使わせてきたって言うからよ。しおりにバラしたければバラしてもいいぜ。ただしおりは俺にベタ惚れだからな。お前の言葉とどっちを信用するかは一目瞭然ってやつじゃねえの？正直ここまで最低なやつだとは思っていませんでした。お調子者なところはあるけど、俺には持っていないコミュニケーション能力の高さは羨ましいとさえ思っていたんです。でもここまで俺のことをバカにするなら仕方ありません。今後絶対に浮気部屋として利用できないように、春尾の彼女しおりさんに相談するしかないようです。春尾はしおりさんのこともバカにしたような言い方をしていましたが、彼女ははっきり言ってもう春尾に愛想を尽かしていると聞いたことがあります。まあそれで信じてもらえなかった時は、その時にまたどうするべきか考えるようにしたいと思います。翌日、俺はしおりさんに連絡を取ると、彼女はすでに春尾の浮気について知っていました。そして俺の部屋が浮気部屋として使われていることも知っていて、さすがにそれは驚きましたね。しおりさんは春尾が無理やり部屋に押しかけたんでしょと苦笑しながら言い、どうやら彼女の友達がその現場を見ていたようなのです。しおりさんは自分が悪いわけではないのに、ごめんなさい巻き込んでしまってと謝ってくれました。そして今日にでも春尾に別れを告げると言っていました。お前マジでしおりにバラしたのかよ。さっきあいつから別れるって言われたんだぞ。言っていいって言ったのは春尾じゃないか。今さら本当に言ったのかなんて言われても困るんだけどな。だからってマジで言うかよ。普通あの流れでは言わないのが当たり前だろ。そういう風に察してほしいならちゃんと言えば。ま、言われたところで言わなかったということはないけど、春尾も俺のことをちゃんとした友達だと思っていなかったんだから、俺だって春尾のことを友達として見る必要はないよね。ちなみに同じ学部の人にも、俺の部屋が春尾に浮気部屋にされてさ、どうすれば断れるかなって広めてあるから。は俺の評判が下がるじゃん。下がるほどの評判もないだろ。他の人に聞いて知ったけど、春尾って他の人からめちゃくちゃ嫌われてるのな。春尾と仲がいいからって俺に対して接するのを遠慮していたとかいう人もいたし、春尾と一緒にいることが俺にとってマイナスだって気づいたら、もうすっぱりと切り捨てようと思って。お前そんなやつだったのか。マジで最低じゃん。最低な春尾に最低って言われても全然響かないから、むしろブーメランだろ。
今頃春尾の頭にぶっ刺さってんじゃないの。ちなみに俺だけじゃないよ。しおりさんも今まで春尾にされたことを周りに相談するって言ってた。今頃きっと同じ学部の人たちに知れ渡ってるんじゃないか。俺やしおりさんを責める暇なんてないかもね。まあ責められるいわれもないけど、俺もしおりさんも春尾からされたことしか言ってないわけだし。翌日大学に行くといろいろな人が春尾の話をしていました。俺の話よりも浮気性な男なんだってという話の方が多かったので、きっとしおりさんの友人たちが広めたんでしょう。春尾は浮気相手と大学内で大喧嘩になったらしく、そのやりとりを見ていた人たちから恥ずかしいやつと周りから嘲笑されていました。春尾はしおりさんとやり直そうとしたようですが、あんたみたいな浮気男なんてこっちから願い下げだからと公衆の面前で言われて、さらに恥の上塗り状態になっていましたね。お前がしおりにバラしたから俺は大学にいられなくなるじゃないか。どこに行ってもみんなから笑われて。笑われるようなことをしたのは春尾だろ。俺もしおりさんも間違ったことは言ってないよ。事実だけを伝えただけだし。じゃあなんでこんなに事実無根の噂まで広がってるんだよ。俺が人妻に手を出したとか、金をパクってバイトをクビになったとか、覚えのない噂まで出ているんだぞ。それは知らないよ。噂に尾ひれがついて広がっただけじゃない。俺に言われても困るんだけどな。お前が俺に逆らわずにおとなしく部屋提供をしていれば、しおりともみなことも別れずに済んだのに。日本は一夫多妻制じゃないんだけど、付き合う女性は一人だろ。それを破っている時点で責められても仕方ないって理解すればいいのに。言いたくないけど、よく大学に合格したよね。一般常識さえ危ういのに、結構難関って言われている大学に合格するって、それの方が俺はびっくりだよ。うるさい。俺が裏口入学をしたとでも言いたいのか。そこまでは言ってないよ。ただ不思議だなって思っただけ。そうやって自分でボロが出るようなことばかり言ってるから、事実無根の噂も広がってしまうんじゃないの。お前なんかに俺が貶められるなんて、マジで覚えてろよ。お前なんか退学にしてやるから。どうやら裏口入学は事実だったようです。俺を退学させようとして学長とキャバクラで話をしているところを在校生の保護者に見られたらしく、かなり大問題となっていました。裏口入学じゃないのかと思ったのは事実ですが、まさか本当だったなんて予想外すぎて驚いてしまいますね。当然学長は解雇、春尾も退学ということになったそうです。何かをすればするほど握手ばかりなのは、春尾に常識が足りないからなのでしょうか。お前のせいで俺は大学も辞めなきゃいけなくなったんだぞ。慰謝料を請求してやるからな。だったらこっちもそれなりのことをさせてもらうよ。俺の部屋を勝手に浮気部屋にしたんだから、部屋代の支払いを求めるよ。いつ使ったのか、メッセージのやり取りで俺が辞めてほしいって言っていたことも証拠として提出できるだろうからね。え、そっちも訴えるんだろ。だったら俺だって訴える権利があるはずだよな。いつまでも自分が優位に立っていると思わない方がいいと思うけどな。その後春尾からの連絡はありません。自分が不利な状況であることが分かったのでしょう。もしくは親か誰かにやめておけと言われたかのどちらかでしょうね。それから数年後、俺は大学で得た知識を生かした仕事に就くことができています。仕事はやりがいがあり、働く楽しさを見出すことができたと言っても過言ではありません。一度だけ営業先に行くときに春尾を見かけました。まだ二十歳そこそこのつもりのような若ぶった格好は、大学時代から何も変わっていないのだなと思わされましたね。働き始めてから数年後、俺は結婚をすることになりました。驚いたことに、別々の会社に就職していたしおりさんです。再会して春尾の話で盛り上がった後、何度か会ううちに告白されて付き合い、そして結婚するにまで至ったのです。まさかあの時のしおりさんと、数年を経て結婚することになるなんて、人生って本当に何があるかわからないですね。でも春尾のこと関係なく、しおりさんのことは素敵だと思いますし、幸せにしたいと思っています。春尾と再会した時に何か言われるかもしれませんが、
その頃にはもうこっちにはいないと思うので問題ないでしょう。子供が生まれた後、春尾が事件を起こして逮捕されたというニュースを見て、俺としおりさんは顔を見合わせましたね。もう関係ない人とはいえ、まさか全国区のニュースになるような事件を起こすなんて思っていなかったですから。大学時代に縁が切れていて本当に良かったと思います。本日もご視聴ありがとうございました。